ADMJTV 小林です。今日も稲垣さんと仲良く、はい、仲良く仲が悪いみたいな聞こえ方になるので、いつも仲がいいです。はい、はい、セットさせていただこうかな、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。じゃん、ちょっとすごいんですけどこれ数実はですね、 ADMJ は全国で今、はい、ポップアップストアを開催しております。ごめんなさい、ちょっと素人なもので、ポップアップストアって何ですか？はい、百貨店のイベントスペースをお借りして、1週間限定、はい、もしくは2週間ぐらい ADMJ のショップを期間限定で開催しておりまして、はいはいはい、その中で、うん、ADMJ ベーシックの商品を12色から13色、はい、もかなりの色展開でご紹介してるんですね、うん、そして今回2月からスタートするポップアップにはこのデイリートートのカラーバリエーションも加わりました。今までトートバッグやボストンのベーシックだったんですけども、はい、数えましたね、うん、8種類あって今8色これ以上にあります。まだあるの、はい、この同じ形で。そうなんです。迷わないお客様でもなかなか普段こうご覧いただけるいっぺんに見られない。確かに。しかもレアなカラー、うん、こう新色のターコイズだったり、あ、これ新色、そうそう新色のターコイズ、おお、そして普段店頭にはないガンメタだったり、あ、普段ないんだ、はい、私ちょっと赤が久しぶりに見た気がする、ね、なかなかないですよね、はい、東京エアではご紹介したりするんですけど、うん、赤がなかったり、こういうデイリートートのローズとかもなかなかね、かわいい色がある、がある。中はぜひ店頭で、うん、チェックしてください。ポップアップまず、はい、こんなスケジュールです。はい、2月の6日、はい、大阪高島屋で開催いたします、はい、こちら2週間開催します、はい、まだ一度も現物ADMJ見たことないっていう方はこれを機会にぜひ店頭に行っていただけると、今のスケジュールでカラーバリエーションと ADMJ ベーシック揃えてありますのでお越しいただけたらと思います、はい、うん、いいと思います、はい、やっぱり実際に見たいという方がたくさんいらっしゃると思うし、はい、うん、そうですね、ありがとうございます、はい、ぜひお越しください。お待ちしております。してます。